こっちこっち。悪いな、わざわざ来てもらって。いや、本当なんて説明したらいいか分かんなくて。とにかく見てくれよ。わざわざあなたが来たの？まったく、どんどん話を大きくして。だってさ、あら、お客さん、わざわざ私に会いに来てくれたのね。あなた、二人で話していたアークスさんね。はじめまして、私の名前はアウロラ、よろしくね。と言っても、この名前じゃあなたもピンとこないわよね。そうね、あなたにも分かるように言い直すとすれば、私は一番最初のアプレンティス、原初のアプレンティスってところかしら。何が原初のアプレンティスよ。アプレンティスの時のことをほとんど覚えてないくせに。中途半端の野蛮人に言われたくないわね。わけわかんないことになってるだろ。そばにいた俺はもちろん、当事者のユクネーでもわけがわからないんだ。突然ユクネーの中から自分をアプレンティスとかいう生意気なチビが生まれてきて。ちょっとアフィン、生まれてきたとか言わないで、気分が悪いよ。それはこっちのセリフよ、野蛮人。あなたが中途半端なせいで私もこんな子供の状態になっちゃうし。まあもっとも、若くありたいっていう私の願望は叶った型取りだし、別にいいんだけどね。はじめに言っておくけど、私には私が復活した理由さっぱりわからないから。わかっているのは、今の私はユクちゃんと一体化しちゃってて切り離せない状態ってことぐらい。ほんと、いい迷惑。またまた、悩み共有できる相手ができて嬉しいくせに。この子たちに聞いても、私自身の記憶をたどってもさっぱり。あなたは私がこんな風になって出てきちゃった理由、アプレンティスの中にあった残りカスのような、私が今この時中途半端にかたどった理由が。またってどういう意味？言葉通りに匂いよ、くちゃん。それ以上聞きたいなら私のお願いも聞いてもらわないと。ギブアンドテイクってわかる？今の人にはわからないかしら。何様のつもりよ、あんた。昔は女神様って呼ばれたこともあるわよ。せっかく復活したのだから、この惑星を回ってみたいのよね。もしかしたら私とユクちゃんを切り離す方法が見つかるかもしれないし。ふん、約束は守りなさいよ。ちょっとユクネ、シャオに報告。相棒、報告しておいてくれるのか。何から何まで悪いな、頼む。おい、行くね、待てって。
最初のアプレンティス、いやアウロラという女性がユクリータの中から出てきたか。にわかには信じられないけど、実際に出てきてるんだもんね。それに最近こういう信じられないことばっかり起きてるし、ありえない話ではないか。ユクリータとリンクしていると言われてしまった以上、下手に手も出しにくい。なかなかどうして話の仕方を分かっている相手じゃないか。気楽に言うね、シャオ君。問題が増えたってことなんだよ。問題とも断定できないさ。もしかしたら彼女から有益な情報を得られるかもしれない。彼女は言ったんだろ、自分は原初のアプレンティスだって。それはつまり最初の最初にフォトナーが生み出した深淵なる闇を知る存在ということ。あ、そっか。その時の深淵なる闇の情報が得られれば倒し方なんかが分かるかもしれない。フォトナーでも封印が精一杯だったし、過度な期待はしないけど、それでも無駄にはならないはずだ。でもその情報収集という重責をアフィンだけに任せるのはちょっと心もとないかな。そうかもね。いざという時にわたわたと慌てちゃいそうだし。ということで今回も頼むよ。大丈夫大丈夫、あなたならできるできる。This way. Oh yeah, I have that thing. It's nice. All classes and stuff. Okay, Kara. Oh, then just straight cutscenes. Okay. That's easy. Yeah. どのクエストにする？Party members, while I'm at it. Shows up when I'm actually doing this quest. Really? Last time I did this, I got darkers for like 10 minutes straight. Okay, Desert, Underworks, and Shop. どのクエストにする？
あなた、また来てくれたのね。嬉しいわ。ゆくちゃんもそっちの坊やもずっと仏頂ずらしていてつまらないのよ。この惑星もつまらない。見渡す限り砂砂砂、寂しい惑星。リリーポっていうんだっけ、ここ。うーん、そんな惑星支配してたことあったかしら。 それより答えなさい、アプレンティス。さっき言ってた深淵なる闇がまた現れたって、どういう意味？アプレンティスじゃない、アウロラよ。間違えないでよね、ゆくちゃん。言葉通りの意味に決まっているじゃない。私たち、フォトナーの時代に生まれた深淵なる闇のお話、知ってるわよね。そう、 深淵なる闇は私たち、フォトナーが生み出したもの。あれが生まれた時は大変だったのよ。あんなのが生まれてくるなんて想定外。みんなでてんやわんやして対策考えて、なんとか封印に成功っと。封印って、あんなとんでもないの、どうやって封印したんだよ。ふーん、そうね。確か 人づてに聞いた話だと、深淵なる闇はフォトンを使う存在を敵とみなし、どこまでも追いかけ消そうとする。だから、ある一人の人にフォトンを全部押し付けて封印した。深淵なる闇と一緒にね。一人に押し付けて封印って、なんだよそれ。本当かよ。私は興味なかったし、 経緯はよく知らないけど、懇意にしていた提督さんが言ってたから間違いないわ。最低ね。最低？どこが？最良の策じゃない。たった一人を犠牲にするだけで、それ以外を救えたのだから。随分優等生なセリフを吐くじゃない、ゆくちゃん。元アプレンティスのくせに。 優等生。そうかもね。私がアプレンティスだった頃なら、何とも思わなかった。それなのに、今は憤りすら覚える。やっぱり私は記憶だけじゃなく心まで操られていたのね。<笑>まあ、封印したといっても、 Also, this is the first time I've actually seen this part translated. Last time it was completely untranslated. Yeah. Okay. Oh, there it works. Did I find it? Okay. I was still able to get the basic gist that Aurora was a photoner and the first apprentice and whatnot. So I was able to catch the basic shit at least. くれたんだな。こっちは相変わらずあいつに振り回されっぱなしだよ。でもまあ、悪いことばっかりじゃないぜ。行くね。
昔のことを気にしてみんなとの間に壁作って交流しようとしないからさ。俺以外の話し相手ができたことはいいことだと思うんだ。まあなんか話というより口喧嘩みたいな感じだけどな。そういや俺は最近アークスシップに戻ってないんだけど、そっちの方は大丈夫なのか？リオやフーリエさんから聞いたぜ。船の管理体制を変更するとかなんとか。相棒は手伝わなくていいのか？管理体制に変更って私たちの時にも同じようなことを言ってたわね。ダメダメ、やめといた方がいいわよ。きっと大変なことになっちゃうから。これ大先輩からの忠告。そういえばなんだかあなたからはシオンちゃんの香りがするわね。シオンちゃんどうしてる？元気？え、シオンちゃんいないの？いなくなっちゃったの？コピーっぽい子がいる？けどシオンちゃんはいないんでしょ？そうなんだ。そっか、シオンちゃんいなくなっちゃったんだ。そっか、シオンちゃんのコピー作ってもそれはシオンちゃんじゃないからね。シオンちゃんはもういないのか。あ、なんかいろいろ思い出してきた。私たちもシオンちゃんのコピーを生み出そうとしてきたのよね。そしてその度に失敗してきた。これはフォトナー文明末期の話よ。フォトナーは全宇宙に範囲を広げ、肥大化した組織の管理を任せるためにシオンちゃんのコピーを作ろうとした。一番最初のなんか性能完璧でも全然制御できない失敗作で、結局悪空間に捨てちゃった。I feel really sorry for her about that. But yeah, that's episode 4 stuff, so. 悪空間だか異次元だか知らないけど、ゴミを捨てるかのように。やりたい放題すぎるわよ、あんたたち。And she was rightfully pissed off about it. そうね。私もそう思うわ。だからバチが当たったのよ、きっと。何度も失敗を繰り返し、ようやく制御できそうな成功作が出来上がったと思ったら、当時のフォトナーの悪意やら欲望やらの影響を思いっきり受けちゃった。深淵なる闇になった。そういうこと。人の欲望や悪意はとても醜い。所詮人なんてそんなもんなのよ。あんたはどうしてそこまで知ってるの？全部あんたが指示したことなの？私が指示？そんなわけないじゃない。私はそんなこと興味なかった。私の頭にあったのはただ一つ、美しさを磨くことのみ。全宇宙の男を魅了したフォトナーで一番の美女、美の女神とまで言われた女。軍人だって政治家だって男なら私の前では骨抜きよ。私みたいな一夜の相手には愚痴や秘密をポロポロ漏らすの。ほんといろいろ聞かせてもらったわ。聞きたいことも聞きたくないことも全部まとめてたくさんね。耳を塞ぎたくなるような醜い権力闘争の話、悪意のみで構成された言葉の羅列、他人を蹴落とすことしか考えていない人の醜さったら本当ないわよ。もっとも、私も私のライバルになりうる女どもを蹴落とそうと必死だったんだけどね。
人の欲望や悪意か。それが再現ないってのには反論できないところだね。私にだって多少なりとも欲はあるしさ。どんな前例や教訓も時を経れば風化し忘れられていく。フォトナーが辿った道をアークスが辿るかもしれないっていうのは否定できないね。うん、じゃあどうする？管理の意向をやめておく？アウロラが論じているのは可能性の話で確定の未来じゃない。彼女はフォトナーである時にずっと醜い世界を見てきたから人の可能性を信じられない。僕はサラや君たちと触れ合い共に歩んできたから人の可能性を信じることができる。まあね、深淵なる闇からマトイちゃんを救い出しちゃうくらいだもんね。どうなるかわからないから未来は楽しい。シオンもそう言った。僕もそう思う。だから僕たちは思うがままに進もう。それが正しいか間違ってるかはきっと未来が示してくれるさ。それこそがシオンすら知り得ない未来の形だよ。さーって、それじゃあ私ももう少し頑張らないとだね。フォトナーの鉄を踏まないためにもしっかり勉強しておかないと。じゃあ二人ともまたね。ところで、しばらくアウロラを見ていて、いや、リリーパーを回ってみて、何かおかしなところとかなかった？深淵なる闇の復活以降、惑星リリーパーのフォトン係数が常に高い値を示しているんだ。今現在、特に何が起きているってわけではないみたいだけど、今回の件は何かの予兆かもしれない。もうしばらく監視を頼むよ。Alright, request time. I remember this one being fairly long, and when I initially did it, I believe I might have been level 75 at that time. And it's actually really difficult. A lot of the story quests are actually fairly difficult if you do. Oh no, okay, I was 70. I know I was pretty much close to, if not the max level, when I did this. And doing story quests when you're at the max level, they can actually be kind of difficult. I think I had to switch to my low level force to beat it.